그도 에리카드지. 오와리다. 요시, 축덴지 스베테니 이카즈치오 코메. これで 중앙의 카라쿠리가 메자메를 하즈. 今度こそ 決着をつけるぞ。 ここなら奴に逃げ場はない。 追い込むぞ。 竜巻に注意しろ。 迂闊に近づくな。
注意しろ、迂闊に近づくな。
ろ回復した方がいいのではないか。ユドエ、イカズチ、レイク、子孫よ、我が血を継ぐ者ルージュよ。その声は我らにずっと話しかけてきていた。我は汝の遥か遠い祖先、初代ハイラル王に仕えたゲルド族の戦士にして雷を司る賢者なり。力強き雷を放つ汝の戦いぶりは見事。さすがは我が子孫ゲルドの誇りよ。あれは砂人の元凶であり、魔王によって差し向けられた魔物。その目的は先ほど触れた石、秘石が汝の手に渡るのを防ぐことだった。魔王、秘石。そう、その二つが汝に大きく関係してくるのだ。故に心して聞いてほしい。封印戦争と呼ばれる戦い、そして我が一族の宿命を。それは今よりはるか遠き過去の出来事。この地にハイラル王国が樹立され間もなくのこと。罪なき人々を襲い、その国を滅ぼさんとする巨悪が現れた。それこそが魔王、我らゲルドの長であった男が力への猛襲の末魔物と化した姿だが、それに対抗すべく初代ハイラル国王ラウルと6人の戦士が立ち上がった。ラウルは魔王と戦うための術として秘石を我らに渡した。それは持つ者の力を倍化させる秘宝。我もその一人、雷の賢者として秘石を携え戦いに臨んだ。しかし奴は強大であった。我が雷撃にも動じぬ頑強さ、揺るがぬ覇気。ついに国王ラウルは魔王を倒すことはできないと悟り、
己を犠牲にして封印することで戦いを終わらせる選択をしたのだ。それが封印戦争。そのしばらくの後、6人の賢者が1人、時の賢者が我が元を訪れ、ゲルド族の宿命を決定づけた。魔王の封印はいずれ解け、目覚めます。その時彼に、剣士リンクには対抗する力がなくてはなりません。どうか彼に力を貸してください。イカズチを司るゲルド族の力を。我らになすべきことが定まった瞬間だった。魔王討伐は我らの大願。魔王を生んだ一族の責、その償いも込め応えよう。我がゲルド一族は魔王復活の時、再び雷の賢者として目覚め、剣士リンクと共に戦うことを誓おう。これが封印戦争の顛末と我が一族の宿命だ。汝らの活躍でゲルドの町は救われた。しかし魔王復活は近い。我が子孫ルージュ、どうかこの秘跡を継承し、我が時の賢者と交わした約束、剣士リンクと共に戦う誓いを果たしてほしい。リンクと共に戦うのがわらわの宿命だと。族長としての任、賢者としての宿命、そしてリンクとの共闘か。面白い。魔王とやらにこの世界を好きにはさせぬ。この秘跡わらわが受け継ごうぞ。わらわは雷の賢者。見よ、これが賢者の力だ。リンク、手をこちらに。雷の賢者ルージュの名において、そなたと共に戦うことを誓う。受け取れ、これがその証だ。その指輪でわらわの力はいつでもリンクと一緒だ。やっとそなたに恩を返せそうだな。では町に戻るとするか。
お、おお、さあ、
ああ。Thank you.
サーバ。おお。ふーん。
ここは？驚かせてしまったようね。ごめんなさい。私はソニアと申します。そなた名は何と？私はハイラル国王ロームが娘セルダ。これはいいなことを。ハイラルは我らが起こした国、私以外に王はおらぬはずだが。お二人が起こした？あなたが王？うん、我が名はラウル、この国の王だ。ラウル王とソニア王妃？まさか。はあ、まあ、
吹き